どうも、おっかけ情報局局員のおさゆです。今回はガールズプラネット九九九で活躍した日本人練習生野中シャナちゃんが六月二十日 MLD エンターテインメントからデビューすることが発表されたので、それについてお話ししていきます。野中シャナちゃんといえば日中間アイドルデビュープロジェクト番組であるガールズプラネット九九九に出演しファイナルまで残った人気の練習生です。 子供のような伸びやかな歌声と、どんな場面でも諦めずに挑戦し続けるハートの強さが魅力のメンバーでした。私も、ガルプラのクリエイションミッションで見せてくれた、ユープラスミイコールラブのシャナちゃんがとてもキュートで、歌わりがそこまで多くない中、しっかりと存在感を出してくれていたことが印象に残っています。そんなシャナちゃんがデビューを控えている MLD エンターテインメントは、 あの、モモランドが所属していることで有名な事務所です。枠にとらわれない楽曲を出しているイメージなので、シャナちゃんのはつらつとしていてお茶目な魅力をどうプロデュースしてくれるのか楽しみです。デビュー予定のグループ名が、ラピラスというあの読み方がちょっと合っているのか不安なんですけれども、えっと、ラピラスというあの名前で調べてみると、 火山歴や小さな石という意味があるそうですあまりこうピントは来ていないんですけれどもこの小さな石っていうところにこう意味が詰まっていそうな気がするのでこちらもですねどんどん明かされていくだろうと思うので注目していきたいと思いますロゴマークが青と紫が使われた神秘的な雰囲気だったのと 公式の SNS で公開されたシャナちゃんの写真が白の衣装で清楚なイメージだったので、あのガルプラのコンセプトではないのかなというふうに思っています。あのガールズクラッシュも好きなんですけれども、あの私は清楚なあのコンセプトの方が好きなので、このままのイメージで行ってほしいなと思います。同じく公式のツイッターで公開されたデビューメンバーのハウンちゃんは2008年生まれで14歳。 このままデビューすれば、K-POP の歴代最年少記録を塗り替えるメンバーだということで、こちらも注目されています。他にもですね、まだ公式で発表はされていないんですけれども、デビューメンバーの中にフィリピン出身の方がいるというふうにも噂されていまして、今までのガールズグループとはまた違った魅力を持つメンバーがたくさん集まっているグループなんじゃないかなと期待しています。 概要欄の方に公式のツイッターのアカウントなども貼り付けていますのでそちらも見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。